どうもクロちゃんです。山田さんです。今回もスクーターさんからお届けしております。前回の最後にも言ったんですけど、この店員の山田さんから重大な発表があるということで。何なんでしょうね。もう一人出てこないといけない感じになりますね。何なんですか、重大発表。端的に言っちゃいますとね、はい、まあ、約1年くまちゃん珍道家でお世話になりまして、はいはい、まあ、おかげさまで、はい、いろんなお客さんとも知り合えて、うん、今後もっていう感じなんですけど、はい、まあ、このタイミングでなんですけど、はい、私が、ちょっと近いに退社することに、はい、山田さんがいなくなっちゃうという、このスクーターから。そうです。あれ、まあ、なんか やらかしたんです。実はね、刑務所からお届けするっていうのは冗談で、もともと服が好きでっていうので、こういうところで働、アパレルなんか特に働いてる子はみんなそうだと思うんですよね、うん、服が好きでっていう、うん、でやっぱいつかは自分の見せようって思ってやってる子は多いと思うんですよ。で、まあ、自分、まあ、言ってないんですけど、まあ、45番の年寄りですけれども、自分の店を持ちたいという考えはずっと持ってて、タイミング的にいろいろ見計らってはいたんですけど、今回ちょっとその決断をしました、はい、山田さん独立してお店を、自分のお店を開くということ で、そうです。何か犯罪をやらかしたわけでもなく、まだわかんないですけど、前進ということで、はい、もう開店の日にちとかはまだ全然決まってない感じ で、現時点ではまだ、退社のタイミングもまだ正確には決まってない。正確には決まってないです。この動画を撮影している段階では本来僕いないんですよ。本当はそう。はい、本当は今日の撮影も断られかけてたんですけど、はい、もういないから、もうすぐ退社してたんですけど、まあ、もろもろの事情もありまして、いろいろいますけど、間違いなく1月の頭までが最長ではありますね。ぐらいまでは、ちょっと山田さん、この店いますけど、それ以降ちょっと、やめちゃうっていうことで、じゃあ一旦姿を消します、で、それでまた開店のタイミングがまだ全然決まってないっていうことなんで、また報告させてもらえるかなと思います。次のお店はどのあたりにとか、そういうこともお伺いしていいですか。まあ、愛知県内で、まあ、長久手市でやれたらなと、まあ、自分の地元でもあるので、長久手もこういうお店にしたいっていうロケーション的なものもやっぱちょっと田舎の方がいい。取り扱ってるブランドとかについてもいいです。まだここでは伏せてはおきますけど、多分僕の格好を見てると、あそこのだなっていうのが分かる人は分かるレベル。あ、そうなんだね、はい、まあ、バイカーさんです、ね、が御用達な感じのブランドを取り扱う、はい、しかも結構それを、まあ、セレクトショップとは言いつつ、もうメインで行きたい、メインで、いや本当にこうやってセレクトショップとか自分でお店を開くっていう経緯っていうか、こう移り変わる瞬間に立ち会うことなんてないんで、本当になんかそこをなんか追って行かせてもらえるのめっちゃ嬉しい。これ本来なら、もう本当にずっとシークレットでね、水面下で進めてやるのが一番いいと思うんですよ。仮にうまくことが運ばない場合とか、あ、まあ、そうですね、公言するにあたってやっぱ自分にもプレッシャーをかける、はい、いや、そうですね、もうこれ放送出ちゃったら、もうやんないです、ね、おい、あいつっていう、山田さんいるじゃん、はい、なんで好きか、はい、やめたんじゃないのみたいな。確かにそれちょっと恥ずいですね、恥ずかしいんで。なんで、もし1月中頃までにご来店して俺がいたら蹴っていいです、おい、まだ俺やないかい、何やっとんじゃんって蹴ってください。いやでも楽しみですね、そのバイカーさん御用達のお店ってことで、ジーンズも割と扱ってるような感じの会社、ブランドではありそうな、ね、またこのうちで扱ってるアイアンハートさんとは切り口がなんか違うので、違う感じの、はい、まあ、いろいろ言いますけど、まあね、ジーパン、アイアンハートさんのジーパン一つにしたっていろいろ試してもらいたいのもあるし、まあ、洋服っていうざっくりした大きくくりから言っても、いろんなところのものをやっぱ試してほしいんですよ。いや、本当そうなんですよ。セレクトして、で、まあ、コーディネートをその人なりにやることで個性が出るので、そうですね。
自分の店がオープンしたら来てくれるお客さんをビシバシかっこよくしていく、うん、なるほど、はい、ちょっとね遠慮しません、ブランドに自信があるからそういうことが言えるっていうことだと思うので、いや交互期待ということ で、 期待です。また進展ありましたらまたご報告させていただければ、ね、このくまちゃんとのご縁がちょうど1年ぐらい、いやそうですね、本当にこれがまだまだこれ継続していただけるので、いや本当にありがとう。1年前に本当にあのこのごばちのシャツが欲しくって、本当ふらっと来て、たまたま水曜日 で山田さんがいたから今あの撮影させていただいてるんですけど、多分それ以外の曜日に来たら多分ダメだってなってた可能性も高いんで、本当にありがたいご縁があって1年間本当にお世話になりました。いや、おかげでね、本当にこの動画のおかげでうちの店とか来てくれたお客さんも増えましたし、それ未だになんですよ。本当にありがたい話ですね。で、何回も繰り返しやっぱ動画を見てくれてるらしくて、なんていうんですか、山田さんが出てくれたり、そのアイアンハンターさんと取り扱わせてもらって、自分の力っていうわけじゃないと思うんで、次のもしあのブランドのところでも同じように役に立てるかどうかは分かりませんけれども、十分なります。正直あの舐めてましたから僕らも。SNS とかこういうものに疎い人間なんで、どうなのっつって。で、だからバンバンにこう顔出しで名前も名乗って出てたんですけど。ああ、そうですよね。そう、はい、普通に名前言ってくれたからいいんだと。全然分かってなかった。もう今やね、あの初見のお客さんに山田さんですよね言われるので、どちら様ですって言って。いや、知り合いだったけみたいな、来ましたっていう、ああっていうね、だから本当悪いことできない。よかったです、本当にちょっとでもね役に立つなら本当に1年間お世話になりましたということで、で次またお世話になることになるといいなというか、またくまちゃんちに取り上げてもらうのに恥ずかしくない店をね。いや本当にいやそれそう言われるともう恐縮してしまう。かっこいいお店作ってもらって、うん、山田さんが選んだブランドで山田さんがセレクトした商品が並ぶっていうことなんで、うん、本当にこれは期待していいと思います、うん、これもうセンスの方めっちゃかっこいいじゃないですか。いや俺こういう格好できないもんな。俺とはちょっとテイストが全体的にっていうか、クマちゃんみたいな体型だったら全然ハマります。あ、本当ですか。動画映えするんだわ。あの山田さんがそう、オープニングとか簡単だもん作るの。そう言っていただけると本当にちょっと1年お世話になったので、はい、私からまたちょっとサプライズ。マジで。おお、すごい、ありがとうございます。アイアンハート21オンスのなんて言うんですか、ポーチ、めちゃめちゃしっかりしてる。すごいしっかりしてる。おー、アイアンハートさんのポーチいただきました。ありがとうございます。昔もここに、おー、あ、そういう感じで使えるんですね。あ、これ僕が改造してるんですけど。あ、そう。あ、25オンスじゃないですか。はい。これ違う種類で出してるんですね。はい、出してた。すごい。今もないんで。あ、そう。俺も財布ね、渡せたらなって思ってたんですけど、ね、間に合わなかった。全然まだお付き合いが続く。あ、そうですね。この財布ね、もうね、買いたいですよ。え、マジで。嘘、じゃあぜひ。これもう20年ぐらい使ってる。で、やっぱりこれ欲しいですよね。これは欲しいですね、ここは。じゃあそれ。それを何にですか。あ、この。あ、紐をつけるやつか。でもサイズ的にはなんかこのぐらいのサイズ感がやっぱなんか。使いやすいですよね、うん、このぐらい。ミドルってちょうどポケットの中にちょうど入る。はいはい、いや、そうなんですよね。そう、俺もそれ、そういうのでコード版のやつがあんまないから、コード版で作りたいなと思ってくれ。回転実現したらその時にしちゃう。回転祝い的な感じ。回転祝い的な感じで。ゆみちゃんなんかお菓子持ってこ。最悪もらうだけもらって、じゃん。いや本当にやってくださいね、マジで。いやもう絶対貢献しちゃったからね。そう、まあそのぐらいそのプレッシャーかけんってのはあれですよね。まあそうですね、もうまあいっかってなっちゃう可能性もある。自分で決めたことなので、まあいっかってなりやすいですからね。そうですね、うん、別にやんなくてもいいことですからね。そうなんですよ、もう YouTube も別にやんなくてもいいけどやり続けてるっていうのは我ながらすごいなって思います。いや、ね、やめろよぐらいの顔して。
いやでもね、今くまちゃん YouTube やめちゃったら視聴者だもんね、みんないや本当に見てくれる、続けてくれる人がいるのは本当にありがたいですね。本当だね、YouTuber さんっていうもの大変なんだなって。いや自分はもうまだ YouTuber って言えるのかっていうレベルですけどね。ちゃんと編集してテロップ入れて、そうですね。いやそれ一人でやってるのは確かに、いや底辺だからな、全部自分でやらなきゃいけないから、まあ、大変大変。やらないですか YouTube？ やらないいやもう費用対効果、いや全然そう、まあまあまあ、に合わせていただいて、もう頼っちゃいます、うん、はい、それ本当にいつでもなんか新商品とかなんかそういうタイミングでもいつでも呼んでくれたら、じゃあそんな感じで、はい、重大発表、あの退社と独立ということで、また続編ありますんで、うん、交互期待、続編できるように、続編できるように、はい絶対に1月半ばにいたら決起決起みんなで決起すいませんはい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ今日のヨメちゃん一緒にちょっと、はい、今日のヨメちゃんです。ヨメちゃん全然活躍してない。遠足行ってきてね。そう、今日レゴランドにね、うん、ベイビーと行ってきたんだけどね、うん、ベイビーもうね、こもう、いやレゴランドは楽しかった。レゴランドはめっちゃ楽しかった、うん、そう帰ってきたらもう疲れ果てて、そうちょっとぐずぐず、もうギャン泣きで、ブーバ、ブーバ、あ、ブーバー見たいな、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、もうぐずぐずでね、うん、もうギャン泣きし死ぬほど泣いて、うん、で、一眠りしたけど、まだ本調子じゃない、うん、ね、こういう時って大体ちょっと寝たら、ね、そう、治るんだけどね、もう今日は多分相当疲れたんだろう、うん、じゃあそんな感じで、あ、そんな感じで、レゴランドは大人も楽しめそうです。お、本当です。もうちょっと入園料安くしてくれればいいね、うん、ではでは、チャンネル登録と高評価お願いします。